こんばんは、すぐたひなです。お弁当美味しかったです。揺れた日々の一人の時間、君を思い出しているよ。二人でいた場所に心はいつも飛んで行ける。いつだって僕ら一緒に過ごしたね。二人はもう戻れない、あの時のあの場所には。誰よりも誰よりも好きだった。まぶたを閉じれば溢れる想いが込み上げてくるよ。誰よりも誰よりも好きだった。僕の私譜面目から練習しときますね。まぶたの F シャープマイナー7食ってる、はい、で次は食わない、そう、はい、まあ、食わないってのはシンコペーション、そう、ね、そう、食わないですね、はい。運命の音が今日となっちゃいみじゃなくて、
No! そっか、嫌い。そうじゃない。そうだけど揺れてしまうのはですか。あ、はい、あ、なんか私一個遅れましたよね。もともとね、難しいんですこの2A 入るとレコーディングの時から。レコーディングっていうか難しかったです。でこれを2人でね合わせないといけない。そうでした。ちょっと、うん、好きか、好きか嫌い、そうじゃない、 1,2,3,4 だけど揺れてしまう。だけど揺れてしまう、だけど揺れてしまうのは、だけどだけどって一人で DJ しちゃう。さっきこれがずれて裏になってそうですよね。そうそれは聞いてたらもはやおとぎ話、昔の歌で私バカね、おバカさんね、そんな歌詞を、あそうそう、あこれだといいんだけど。わかりました。俺もさっき間違ったかもお待たせしました。今からサイン会しますよ。ここにね、なんでアクリルキーホルダーになります。台座の部分これ、はい、台座の部分は菅田ひなアコースティックライブばっかだなって書いて、はい、このリリックビデオね、今回新たに書き下ろしで、まあ新しいのが3枚。バイバーイ。